はい、どうも、三蔵法師ですけれどもね。そして、おまめでーす。おまめちゃんですよ。皆さん、おまめちゃんです。今日もおまめちゃん来てくれてます。ありがとうございます。どういたしまして。いえ、ありがとうございます。いいですよ。というわけで、ジブリパークの購入品紹介の続きになりますね、これね。楽しみー。イエーイ。で、今回は、この、ジブリパークの中でも、青春農家っていうところで、買ってきた商品になります。ということで、青春農家、うん。何の映画でしたっけ、これ。耳を澄ませば。耳を澄ませば。耳すまですね。素敵。聖蹟桜ヶ丘を大、なんだ、舞台にした、何あれ、もうラブな話、ね、ラブコメじゃないけど青春ラブストーリーっていうやつだよね、うん、あの聖司君としずくちゃんが出てくる話ですよね。そう、あと夢に向かって頑張る話。そうだ、バイオリン作りと小説家、絵本作家、作家だよね、小説家、小説家を目指す中学生だよね、うん、こうまだ高校生になってないんだもんね。なってなかった。うん。の甘酸っぱい青春ラブ、うん、コメディーじゃないね。ラブコメディーじゃないね。ラブストーリー、真剣だよ。真剣ですよ、ね。真剣だから。いけないいけない。よくないよ。おじさんがコメディーとか言っちゃいけませんよ。そうだよ。ラブの話です。うん。ちょっと。そんな青春の丘で購入した商品の紹介になります。なります。はーい。ね、これね、うん、映画に出てきますけど、見てかわいい、アトリエ地球屋、地球屋、もう好きな人はこれだけでテンション上がる ね、たまんないんじゃないでしょうか。もう聖司君のおじいちゃんがやってるね、坂の上の、うん、あれは何、アトリエじゃ、アトリエ地球屋って書いてあるけど、なんか売ってるんでしょ、あそこはお店なんでしょ、お店、なんか古道具屋みたいな感じのお店ですよね、うん、いろいろ置いてある、うん、そう、もう本当に再現されてました、皆さん、うん、本当にね、綺麗、美しい、もうアーティスティックな本当にお店でしたけれども、まあそこで売ってるものをご紹介したいと思いますよ、ますよ。では開けてみたいと思います。よいしょ、うん、よいしょ、かわいい、シールもかわいい。でここで何を買ってきたかと言いますと、すごいんじゃないかな、ちょっと、もう見てほしい、これは、はい、チャチャリー、うー、かわいい、わかりますかね、皆さん、これもう好きな人にはたまらん、一つがね、こう切手になってるんですよ、うん、切手シールになってるんですね、これ剥がすと切手シールになってて、すぐペタって貼れる、はがきに貼れるやつですね、63円だから、うん、はがき用の料金ですけれども、ちょっとこちら、ちょっと横にしようかな、うん、はい、でこちらと、ポストカードですね、おお、すごい、これは置いてあった、オブジェの馬だよね、木馬の、うん、模型、ポストカードになりますね、うん、ねー、なんか書いてあるかな、黒木馬、うん、黒木馬デザイン画のポストカードです、ポストカードです、はーい、すごい、わー、おこちゃん、はいはい、うわー、もうかわいい、はい、かわいいに埋もれてる、すごい、でこれあれなんです、あのここね、あのポストが置いてあるんです置いてあった、そう、これでこれに、そう、はがきをね、はがきね、こう誰ぞの住所を書いて、うん、これをペタッと貼って投函しますと、ここならでのあの消印を押して届けてくれるというサービスをやってるそうなんですよ、ね、でそれをやってきたんです、そう、我々やってきました、でその動画をこの後にくっつけると思いますが、これが使ってきた使用途中、この2つ3つ、はい、押してやっぱ剥がしてね、剥がしたで、ほんとすぐ使えて便利だったね、あのお店がペンとか下敷きとか貸してくれて、そう、書くスペースもちゃんと用意してくれてるので、うん、ささっとやって、はい、やってくれるのがあるんです、
で、その映像はちょっとこの後最後に、載っけますが、うん、その前に一つ大事な情報。はい、何でしょう、はい、ちょっとね、あのこれ全部言ったらネタバレになるんで、あんまり詳しいことは言わない方がいいかもしれないんですけれども、うん、あの行ったらお店の人がこう話しかけてくれるんですね、うん、でちょっとあの入ってすぐ左あたりにあるあの掛け時計、あ置き時計ですね、大きい置き時計に関するイベントがございますよと、うん、何時ぐらいになったらこれなんかちょっとイベントごとが発生しますよというようなお話が聞けたらすっごい幸い、はい、うん、これは感動的な出来事が起こります、うん、もうすんごい良かった。もうね、ほんとね、あの話だけではあれですけれども、ね、はい、うん、これ見ていただきたいなという、もうぜひともファンの人は見た方がいい、本当ですよ、感動ですよ、うん、そうですね、こう、はい、お水入りますわね、入ったね、本当にこの通りです。こう豚がいて、いたいたいた、ここに地球屋っていうのが書いてあって、そうで、ここ左入って、うん、ここにある大きな時計がなんかね、うん、あるんです。で、このお二人、このお二人が関係するお話があるんです。そう、っていうことが何か起こりますよと。その時間に行かれて、これ以上行ったらね、いけませんね。これぐらいにしましょう、はい。はい。これぐらいがいいと思いますよ。はい。というわけで、じゃあこの後ちょっと動画くっつけときましょうかね、はい、あの中は撮影が禁止です。そうです、中撮影禁止、あとねゴミ箱ないんでね、あそうあの自分でお持ち帰りになってくださいねっていうような感じになっておりますので、うんうん、あの持ち帰る用の袋とかお持ちになった方がよろしいんじゃなかろうかと。結構ね汗拭いたりとか、うん、手拭いたりする時のあとのやつを自分でちゃんと持ち帰りましょ う、うん、う基本ゴミ箱置いてございませんという、うん、あのパーク側もおっしゃっているので、うん、そこら辺捨てて帰らない方が、あそう、外観もね綺麗にして帰りましょう、美しいところはより美しくして帰った方がよろしいんじゃないでしょうかなどと生意気なことを言いますけれどというわけで、ですね、動画くっつけときます、はい、これの関係の動画です、これ書いて貼って交換しますんでね、はい、この後でくっつけておきますが、そちらもご覧になってください、よろしくお願いします。では今日の購入品紹介は、青春の丘の商品の購入紹介でした。ありがとうございました。まだ続きがございますので次回もよかったらご覧ください、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。こちらがおすすめ動画です。こちらがチャンネル登録ボタンです。ポチッと押してね。ねえ早く押して。